しょ。どうもたまたまチャンネル。サラリーカップ友です、今日なんですけども、僕が住んでいるダノンの町にある天然温泉についてちょっと紹介していこうと思います。もうすぐ裏にあるので早速入っていきたいと思います。サラリーカップハロー、ロマン。ディーナディー。シパナダイカー。カーボン。はい、今日僕が来た天然温泉なんですけども、こんな感じで、ちょうど今お客さんがいないので、いい感じに撮れると思うんですけども、1人40バーツで入ることができます。で、今ちょっとタオルがたまたまなかったんですけども、タオルがついてくるので、とても、助かります、ね。で、まあ、奥には、シャワールームとロッカーもついているので、まあ、貴重品なども管理できます。では早速ちょっとシャワーを浴びて入っていきたいと思います。はい、入っていきたいと思います。よいしょ。いやー、うわー、最高に気持ちいい。でも後ろに見えるように本当に自然のに囲まれてるんですよね。で、後ろもほら、もう木がいっぱいで、後ろ川が流れてて、わかります？で、その川の流れてる音を聞きながらこう入るっていうのがもう最高の最高の時間の過ごし方というか、至福の時ですね。何もない街だからこそこういう静かなところが、住めば都と言いますか。あー、気持ちいい。もう天気も最高にいいんでね、もう全一通りこう周りを見せてあげたいぐらい。で、この裏に川が流れてる。よいしょ。雨で汚れてますけど最高だな。カエルの神様、僕が勝手に名付けたんですけど、このカエルの神様に試合前にお願いにしに来て、勝てますようにと何度も助けられました。カーポくんか、タオルが届きました。で、基本的にタイの、お風呂、まあ、天然温泉は衣類を着用して入ります。まあ、男性は別に上は着なくてもいいんですけども、まあ、下のズボンは着用して入るってやつだよ。お前の裸なんか見たくねえよっていう人が多いと思うんで、ちょっとこの上も着用して今日は入っております。よいしょ。リラックスして最高に気持ちいい。この自然に囲まれてるのも最高ですよね。で、夜は星空を見ながら入るという、いい場所です。で、まあ、ここは40バーツ払って入ってるんですけども、まあ、ラノンの他の、ラノンの町にはたくさん温泉が湧いてまして、まあ、場所によって無料で開放されてたり、まあ、多少お金がかかって、まあ、ホテルに隣接されてたりっていう場所がたくさんあるので、まあ、この間のホテルの続きになりますが、ラノンに来たらぜひこの温泉っていうのも楽しんでみてください。今日はありがとうございました。バイバーイ。